皆さん、ハッピーハロウィン。ハッピーハロウィンです、皆さん。こんばんは、ハッピーハロウィンです。いっぱい来てくださってありがとうございます。今日は、メイドです。サナメイドです。ちょっとキティちゃん風なメイドにしました。イェーイ、こんばんは、皆さん。ハッピーハロウィン、イェーイ。皆さん、ハッピーハロウィンです。どう過ごしましたか？この、みんなどう過ごされました？私は学校で友達がクッキーとか作ってきてました。私は時間なくて作れなかったんですけど、作ってきてました、みんな。嬉しい！ありがとうございます！似合ってる、嬉しい！今日は、なんか、これ黒か赤かあったんですね、この色。だけど、私、なんか、赤がいいなと思って赤にしました。ハッピーハロウィン、イエーイ。嬉しい、可愛すぎ、ありがとうございます、ありがとうございます。なんか今回このインスタライブ2回目なんですけど、何話そうかなと思ってて、やっぱハロウィンなのでちょっと怖いエピソード系をちょっと話したいなと思って。皆さん、怖いエピソードありますか？皆さん、怖いエピソードなんかありますか？さっき、渋谷でもみくちゃにされて、いやー、本当にお疲れ様です。なんかお仕事の人とかで渋谷に行ってる人大変だなって思ってました。私もお疲れ様です。あ、待って、話なんだったっけ。あ、みくちゃん見てる。何の話でしたっけ。あ、最近聞いてください。私、自分がものすごくドジだってことに気づいたんですね。私もう本当にドジで、最近の悩みなんです。なんかそうなんです、今週磯丸水産に行けない日、今週だったんですね。なのでお母さんと五右衛門パスタって分かりますか、そこに行って、その五右衛門パスタでスープパスタを頼んだんですけど、もう白いワンピースにもうこぼしちゃって、もうそういうことがたくさんあって最近。可愛く言えばドジなんですけど、はっきり言っちゃえば注意不足ですよね。頑張ります。え、待って、何の話してましたっけ。あ、怖い話、そう、皆さん怖い話とかありますか？私はちょっとあるんですけど、リアルすぎて話せない怖い話があるんですね。やっぱり渋谷って、あ、渋谷ってじゃないです、間違えました。やっぱりハロウィンってトリックアトリートって言って、ご近所さんたちのお菓子をもらいに行ったりするのが普通のハロウィンじゃないですか。包丁を足に落としてしまいました。痛い。それは痛い。確かに恐怖ですね。五右衛門パスタ、うちの近くにもあるよ。美味しい、美味しいですよね、大好きです。落ち着いて、落ち着きます。うわ、スープこぼしちゃったの怖いですよね。お母さんが怖いです。こぼしたのが怖いんじゃなくて、お母さんが怖いです。渋谷って怖いよね。そうですね、そうですね、渋谷が怖いです。私はキャンプテントに野生動物が突っ込んできました。眠れないですね、それは。確かに怖いですね。実家で母と自分しかいない時にドアノックする音が聞こえてきたことがあります。ちょっとリアルに怖いやつですね、それは。なんか私、海外のホラーとかなら見れるんですけど、なんか日本のってリアルな感じしません？だから見れないんですよね、そういうリアルなドアのノックとかがあるので。あ、そう、それが実体験ってことですよね。怖いです、本当に。うん、トイレ行けなくなっちゃう。寝てる時に肩つかまれた、いやいないですよね、大丈夫ですよ。いるとか言わないでくださいね、本当に。本当にいるとか言わないでください、眠れなくなる。寝る時に肩つかまれたらちょっと怖くないですか？どこから肩をつかまれたんでしょう？枕からとかじゃないですよね。貞子は怖いですか？一番怖いです。こういう話はガチになっちゃうからやめておきます。そうですよね、ガチになっちゃいます。これは、あ、間違えた、あ、間違えた、あれ、なんか押しちゃった、あ、大丈夫、あ、大丈夫か、あ、出る家だって、一人でも。
ね、後ろの城は本当に怖い。だってなんかあの空間があるんで、ちょっと気配感じません？そんなことないですよね。いやー怖いよ。あ、そうだ、皆さんにちょっと全身をお見せできたら全身というかこんな感じなんですけど、こんな感じです。なんかリボンがちょっと傾いちゃうんですけど。で、何の話でしたっけ。あ、そう、ほら、今日は寝てるとき目開けちゃダメだよ。寝てるときは目開けません。はい、いやー嬉しい、猫耳カチューシャ。おお、鏡怖くない？でか、鏡怖いです。でも私基本鏡を見てその生活をすることが多くて、部屋にも結構鏡があるので、ちょっと怖いですね、それは。あ、なんか今、あ、違う、あ、なんか今すねはもう言っちゃいけない言葉だね、それは。うーん、目の前にちょっと虫がいます。怖い、虫がいて怖い。サラちゃんの背中になんかいないです。大丈夫。どこのハーフなの？イギリスです。かわいいワンちゃんが嬉しい。忙しい子だ。忙しい子だと言われましたね。そうなんです、私今日ものすごく学校だったんですけど、学校で本当にあの今日つかめないって言われました。親友の子に今日つかめないわって言われました。親友の子に言われちゃいましたね。合わせ鏡見てただけだよ。ダメですよね、多分。ななちゃんの髪ありがとうございます。いやー、来てくださってありがとうございます。皆さん、虫はリアルに怖い。そうなんですよね。でも私ちっちゃい頃、あのちっちゃい蜘蛛って家によく出るじゃないですか、あの黒いぴょんぴょん跳ねるやつ。なんかあれをくでブチュって、あ、蜘蛛だブチュって毎回潰してたらしくて、その話聞いた時はびっくりしました。今だったらそれだけでも怖いのに、びっくりしましたね。虫とお化けとお母さん一番怖いのは、って感じですね。メルヘンの森から来たのかな、今日はそういう設定で。おっ、今サラちゃんのインライン見ながらお菓子食べてるよ。もう何食べてるんだろう。いいですね。サラちゃんは納豆が好きですか？大好きです、大好きです。嬉しい、桜学院の時から大好きです。嬉しいです。なんか待ってください、なんか待って、固定済みのコメントが、あれ固定、あれ、あ、間違えたみたい。ごめんなさい、ありがとうございます。なんか間違えてコメント固定してました。あれあれ、固定されてる、なんでだ。解除。あ、あれ、これはなんだ、あれ。マコメまで行きます。一人でご飯食べてる時鏡やると安心。そうなんですよ、なんか私毎回自分の部屋でご飯食べるんですけど、もう鏡、おっきいキラキラの鏡があるんですね、私の部屋。もうその鏡の目の前でご飯食べてて、なんか安心するんですよね、鏡があると。ハイテンションで作るね、サラちゃん好き、ありがとうございます。でもなんかこのテンションはあのいつもの学校と比べたら多分10分の5だから、イコール2分の1みたいな感じです。なんか何？どうした？固定済みを押しちゃったせいじゃないかな。そうなんだよね。すいません、あの親フラってやつですかね、こういうのって。親フラっていうものですね。ね、あの固定済みについてちょっと言ってきました。虫キラー、
裏逆握手するとやばいって本当かな。そんなことがあるんですか。ちょっとそれはやりたくなるけどやらない方がいいやつですよね多分。怖いですよね。あれ、あれ、これリクエスト、あれ、あれリクエストが来てる。これミクかな多分。あれちょっと待ってください。待って、止まってるんですけど、ちょっと待ってください。あれ、これはリクエストが来てて、あ、ですよね、やっぱり。あれ、あ、来たヤッホー、びっくりした。びっくりしたよね。びっくりした。ミクだよ、ミクだよ。合ってるよ、大丈夫だよ。皆さん、まさかの、あのミクとのコラボライブになったんですけど、お願いします。皆さんお願いします。やっほー、お久しぶり。マジ久しぶりだよね。本当にやばいよ。だってやばい ね、連絡っていうかさ、あのさ、なんか声を聞いて話すのって本当に多分そう卒業式以来、うん、ぐらいだよね。だよね。いやー、大人になってる。いや、いや恥ずかしい。なんかミクも今日仮装してますね。あ、そうそう、あのね、そう、あのもともと一人でインスタライブしようと思ってたんだけど、うんうん、なんかね、ふけいさんが結構あのさなちゃんのライブと被らないようにしてくださいって言うからさ、じゃあもう、うん、行かせてもらおうと思ってさ。確かにもう全然一緒にやっちゃおうって感じで、ね、やろうやろう。マジ久しぶり、本当に。ねえ、なんかさ、あれ、桜のこと誰か連絡取ってる一番多い子とかいる？どうだろう。でも最近は卒、あの全く関わりない卒業生だけど、さきちゃん。ああ、さきちゃん。おが、さきちゃんと。ちょっと待って。はい、よよ。ごめんなさい。うん、どうしたどうした。今お母さんからこのコメントのピン止めの解除をしてくれっていう。これ何回も解除。このニアさん、ごめんなさい、本当に。あのコメントの解除を押しても解除にならなくって、なぜか。え、今送ってない。もうバグってんじゃない。バグってますね。違う、うん、もういいよ。違う。え、解除できてない。できてない。あら、あの、マジコンピューター系苦手で。うん、知ってる。あ、知ってますか。そうですよね。知ってる。あ、一回カメラオフにします、ちょっと。あ、どうぞどうぞ。こんばんは。押しちゃったんだよ、あんたは。いや、押したのは分かってる。サナのライブにお邪魔してすいません。イエーイ、ミクでーす。で、すごい申し訳ないこと言うと、私コメントが今回反映されてなくて、なんかすっごい、ね、そう、ライブ入る前にめっちゃ頑張ってコメント見れるようにしたんだけど、全く見れないまんま終わってるので、本当に何も見れないので、できればこの質問のやつに私にコメントしてくださると嬉しいです。コメントが来ない。で、サナちゃんはいつ来てくれるか。ごめん、一人にさせてる。ごめんね。いいよ、だから、つないでんの、場を。お、すごい。そう、場をつないでんの、今。そう、あ、じゃあ、ミクもちょっと今日の仮装を紹介するわ。このティアラは、最近多分よくミクの時に出てくるティアラです。これはもう学校の文化祭で使って、いらないやつをもらってきました。そして、この洋服は、ダンスの衣装で着た洋服です。だからあのアレンジがなってて、ここは自分でつけた布なんで、ちょっと緩くてすっごいなってるんで、ちょっと気になってますが、気にしないでください。ちょっと待って、フィルターってどうやって変えるの。ミクもフィルター変えたいんだけど、え、フィルターってどこで変えたらいいかな。ね、ほんとにごめんね、なんか。あ、おかえりおかえり。まあ難しいよ、スマホは。そう、
じゃあ何だったら逆に得意なの？え、そんなん聞かないでよ。答えづらいじゃん。答えづらいじゃないか。いやー面白いわ。変わらんねー本当に。いやミクも変わんない。いい意味でね。あよかった。いい意味で変わんない。いい意味でよかったわ本当に。なんかこの間初めて最初のインスタライブした後に。うんうん、コロナから電話が来て急に怖い怖い何何え怖いえ怖いって思ってないんだけどおっって言ってたら、うん、なんかもうなんかもうもう本当に、うん、あもうココナって私の中で偉大な存在なんだなって思った電話して、うん、なんか本当に久しぶりにココナとも話したんだけどなんかココナも成長してたねえいやあのさ、ツイッター始めたときにさ、うん、あの、ココナがさ、なんか、何っけ、大好き、相棒よりかなんかやってて、いや、ね、あれすっごい感動したの、私は。うん。もう私も感動した。ね、涙腺やばかったから、ちょっと私も感動するとか言って、オタクのふりをして入ったんだけど、すっごいね、すっごい感動してさ、いやもうなんか、サマス、絡み好きだからさ、すごい私。うんもうねえちょっとうん、うん、感動したでもなんかミクとも会いたいなっていや思いますね本当に会いたいもうみんなとも会いたいけどもう九州メンバーだよ、うん、九州メンバー会いたいそうなんですそれだよ本当会いたいえだってさ、うん、福岡で遊ぼうっていう約束まだ叶ってないし叶ってない本当にねえずっと言ってたじゃん、うん、そうねえ本当にねもう全然ねえ遊びたいよみんなで遊びたいねあのさ質問なんだけど、うん、ミクにうん私このコメントがうん流れてないのね多分あやっぱり更新されないよねうんそう私もだからあのさっき質問のところにコメントをしてくださいっていうお願いしといた。なるほど。あ、本当だ。質問いっぱい来てるよ。そうそう。質問してくれてんのみんなが。あ、なら質問に答える。コメント読めない。なんかコメントが来てないですね。そうなの。なんでだろうね。まあこういう時もあるって感じで。そうそうそう。ね。今週文化祭なんですけど、2人の文化祭の一番の思い出は何ですか？らしいです。何ですか？ありました？文化祭。文化祭終わった。最近終わったよ。終わった。お、どうだった？楽しかった？めっちゃ楽しかった。いやなんかさ、うん、中学の文化祭ってさ、うん、なんかすごい文化祭と言っていいのかっていう感じだったのね。なんか合唱コンクールして、うん、なんか有志見て終わりみたいな感じだったからさ、うん、もうこんなね展示もして発表もして、もう他の部活の発表とかも見れて、もうすっごい楽しかった。もうやばかった。でもねミクが一番ねそう楽しいなと思ったのは。うんなんか準備中かな、うん、あ準備楽しい、うん、準備が一番楽しかったもうねわ、うん、かるわかるすっごい楽しかった ね私も準備楽しかったやっぱなんか準備いいねうん私の学校は、うん、なんかもう本当に自由って感じで、うん、で私が言ったのがなんかパフォーマンスなのなんかダンスのおはで、はい、それをあのステージのでめっちゃ見てる人がいてやるのが楽しかった、うん、一番の思い出かもねえやっぱさらってなんか前に立つ存在っていうかさなんていうんだろうな、そうでも裏方っていうよりかはね前に出てやってた方が似合うから、うん、見たかったミクもでもなんか見たかったよ、うん、私あのなんか照明もつけれて、うん、あのそうなんだでそれも、うん、照明もやった。なんか照明を作ったりもやってみた。え、すごい。でもめっちゃ難しい。本当に。ね、うん、そういうの見るとさ、やっぱなんかその当時さ、お世話になってたさ、照明さんとかに本当にさ、もう、そうなの。本当にありがとうございましたって思わない？本当。もう桜学院の時どんだけすごかったことかって感じだよね。そうなんだよ。ね、あとさ、なんか私もあのダンス習ってるからさ、そのダンスで。曲とかつなげなきゃいけないみたいな2曲つなげるみたいなのをたまにやらせてもらうんだけど、うん、もう
本当にレコーディングとかしてくれてたスタッフさんに本当に感謝しかなくて今いや難しくて気づいたよね本当にもうすごいなもうさすがプロだなって思うよねうん本当感謝だな、まあ、いい経験って感じでしたね文化祭もね本当文化祭は楽しかった楽しかった、ね、再起動した方がいいよね、一回切ればいいのかな一回切って、ね、もう一回。そうだね。うん。オッケー。え、ま、ね、皆さん入ってきてください。お願いします。一回切るんですけど、まだ始めます。うん、うん。はい。はい。一回。ああ、まだだ。まだ、あ、つながった感じ。お、つながりましたね。ね、皆さん本当にごめんなさいあのなんか通信が悪いのかわかんないんですけどうんごめんなさいお帰りただいまですみくちゃんみくちゃんあ皆さんありがとうご私のスマホが重いんですかね皆さんお帰りって言ってくれてる大好きあコメントが読めるぞ読める嬉しい読める流れてるすごいよかったよかったね最近ね白鳥って呼ばれるとなんか森先生思い出すすごい白鳥を思い出すのめっちゃなんかわかるなんだろうね言い方なのかなそうなんかそうサナじゃなくて白鳥みんなを名字で呼んでたじゃん森先生をそうだね田中みたいないやそうなんかさ最近やっぱね田中って言われること多いじゃん先生とかにうんでもさやっぱ脳内再生は森先生だよねそう本当にそうそうね言い方だろうね問題はそうだと思う本当だよみくちゃんの活動のテーマは何ですからしいです一応お姫様一応お姫様ね可愛いですでも家であるものでやったからそんなねえもうちょっと豪華にやったかったけどうんえ待ってあのね私、うん、今無加工かえ本当めっちゃ可愛いじゃん加工もつけてたつもりなのに無加工なの、うん、え悲しいさっきの顔が違ったからごめんなさいいや変わんないあ、本当ですか。よかったです。全然変わんない。よかったです。全然気づかなかったもん。ティアラは超ガールグランプリの証らしいです。確かに久しぶりにつけたかも、ティアラ。あって、懐かしい無加工みたいなあったよね、セキュアの。私も無加工だよ、今日。ほら。すごい。無加工懐かしいな。あの、ね。みくちゃん全身見せてだってなできる全身あれなんだよ今ちょっとねあれだけどちょっといい感じまでかなそうねちょっとね今ねあのこれがすごい短いから下にズボン履いてるからね見せれないあなるほどねそうか踊りやすいようにさ切っちゃってるからさその下にいつも白いズボン履いてたんだけど今日はね普通に黒のズボンだからやめとくうん踊ってるのねそうそう これね衣装だったの前ダンスのすごいダンス楽しいめっちゃ楽しいもうね、うん、また新しいクラス始めるの、うん、すごいえミクが始めるすごいそう新しいクラス始めちゃうんですよねすごいそう楽しそうでいいです。いやー、楽しいよ。リモートワークのサラリーマンみたい。すごい。私たちサラリーマン。確かに、話してることがもうね、ちょっと、何話したっけ？すごいよ。いや、リモートワーク。あ、面白い。確かに。いっぱい質問読んでこう。パシフィコ横浜行ったよ、パシフィコ横浜。
って書いてある。すごい懐かしいね。あのメリークリスマス to you だったやつやったね。やったよね。懐かしいな。スタジアジはオンライン授業あるあるだって。あるあるしてんだ私は。ある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 しちゃってる。やだ恥ずかしいな。会いたい会いたいね。会いたい、うん、会いたいよ。会いたいですね。桜学院の曲でここの誰が歌っているソロを歌いたかったとかありますか。だってもうありすぎてわかんないねえ。なんだろう私でも何歌いたかったか。でもいっぱいあるんだよね。なんか私が結構何悔しかったとか、うん、なんかは未完成シルエットかな。歌いたいところ多かったけど、うん、あ歌いたかった思い出がある。私さでも未完成はあれなんだよ。あの何ダミー声っていうかさ、あの何加工が入ってるやつあるじゃん。うん、うん、あるね。あれ私ほぼ全部歌ってんだよね。そこね、そう私もそこ歌ったいけど、でもそこだけだった。多分私ね、多分4つぐらい種類あるのね。すごいよ。多分ね、全部歌ってんだよね。小中1、中2、中2で歌ってんの。いや、逆にすごいよね。逆にすごいかもしれない。でもね、意外とさ、やっぱメンバーの子たち、え、ミクってこの声でもなんかわかるからいいよねって言われて、あ、じゃあいいんだと思ってね。うん、なんかもういいやって思ってたから。ね、あ、未完成のバイバイ歌いたかった。あーね、確かに、うん、でもなんか歌えなかったとかも全部含めて、うん、いい思い出かもしれない。いやさ、そうなんだよ、うん、ね。いやなんかさ、いや部活やりたかったとかいう気持ちはいっぱいあったよ、うん、あったけど、うん、なんだろうね。でもなんか逆にそのやってたらまた違う思いだったんだろうなって思うけど、やっぱこれはこれ楽しかったじゃん、うん、桜学院時代。そうだね。そうだからもうこれはこれでいいかなみたいな。うん、カラオケ企画やってほしい。やりたいかも、カラオケ。あ、やりたい。なんか今度一緒にしようよ。したい。歌う系やりたいなって思ってたんです。大好きで歌うの。本当、会いたい。いいなーって。なんか一番あのめっちゃさっきなんだけど、結構前、うん、見てたコメントで、うん、身長は伸びましたかって書いてあった。伸びました、ミク。ミクね、わかんない。もう身長ね、伸びてないと思うんだけど。あ、本当？伸びてはないんだけど、うん、足長くなんか今日友達にえ身長伸びたって言われたから、ちょっと伸びてること期待してるよ。言われたなら伸びてる、ちゃんと大丈夫。じゃあ伸びてる、うんうん、少し伸びたじゃん。少し伸びた。え、ちなみに私も少し伸びておお152とかはいってると思う。ほんと？え、わかんない。151って何とかかもしれないし。いや、まあまあまあ、あれなんかさ、桜学院卒業生も全員含めての身長順みたいなの欲しくない？うわ、もうそれは身長高い人が得するからね、それは。いや、だってさ上には上がいるわけじゃん。あ、まあ確かに、まあ、そうだけど、でもあっても面白いかもしれない。え、逆に一番ちっちゃいの誰なんだろうね。ね、え、誰だろう、誰だ。でもね、多分あのね、最近ね、大賀咲ちゃんのライブ行ってんだけどさ、その話聞く限り多分同じぐらいだと思うよ、咲ちゃんとサナ。うん、確かにね。でも結構ちっちゃい方だと思うから。あー、まあ、うん、あ、ねえ、でも咲ちゃんが夢と思ってたけど、伸びてるんです。絶対伸びてるね。すごい伸びてるんです、あの子。なるね、すごいです。さっきはめっちゃ伸びてます、皆さん。本当にびっくりしますよ、多分。え、そんな伸びた？なんか全然合ってなくてさ、もう越されてる越されてる私。ああ、いや、なんか言ってた、ここなんかもう伸びてたよって、うん、そう、小さくてもいいと思う、嬉しい
ね、逆にさ、なんか私はちっちゃいのが憧れてたというかさ、もうちっちゃい頃からあのもう身長順は上の方だったから、あの、うん、これをやってみたくて、この何腰に手を当てて並べやつ一番前だこれをずっとやりたかったの。なるほど。でもまあ、ね、みんなないものねだりってやつですね。そうなんだよ、ね、すごいよ。ここはあのね、初代生徒会長かなんとかね、大ガチャあたりって書いてる人が多い。うん、確かにそうかもしれない。え、さっきはもう156とかあんの？あると思う。嘘でしょ。え、やばいじゃん、ミキたち抜かされちゃうじゃん、もうすぐえ、ココナ抜かされたのココナちょっとでも多分今度ココナと会うからあのその時にちょっと確かめとくね。え、ちょっと聞いてみて。うん、聞いとく。てかもう見て、はあのおーってなるか、おーってなるか嘘でしょ。え、待って、え、ちょっと待って、夢は何センチぐらい？どうなんだろうね、わかんない。でも絶対なんかさ、それもそこまであるのみたいな感じだけど、ありそうじゃない？さっきや今までの伸び具合で言えば、うん、そうだね。うーん、ありそう。大丈夫ミク、後ろなんかいたりしない？あ、大丈夫、ま、何にもいないね。クローゼットです。ね、クローゼットじゃん私なんかいそうな空間があるからやだいや、マジでないよ。これこの辺前で、この辺前でこれだけだからね、マジで。あのね、それはないね。私とお人形があと2つぐらいしか入んないから大丈夫。あ、なるほど私結構ある。怖いよ、ある、ね、今日寝れないかな。大丈夫だよね。クローゼット開けるとってないよ何も、うん、服しかないわ分かんないでやだよ、クローゼットなんか見せないよ本当にダメだよ、絶対見せないからね本当に大丈夫大丈夫、クローゼットなんかガハ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 、そうなんです、笑い声がちょっとガハガハ言っちゃうんですけど後ろに空気あるよ、空気ないと困ります。そうね、それにね生きてられないからお菓子置いてたら大丈夫。あ、そうなんですか、お菓子置いてたらなんかいいみたいな。あめちゃんあるからあめちゃんでも置いとこうかな。うん、多分ニンニクのなんか置いとけばニンニクのお菓子ね。はい、あめちゃんちょっとえ、クローゼット少し空いた。いや、大丈夫、空いてないよ何、身長がって身長いろいろ書かれてるよ。いや、身長でもなんか逆にこの身長でもいいかもって思い始めてきたこの頃って感じ。え、全然いいよ、だってね、高くてもあんま得はしないよ。え、得はする得はするかなだけどなんか、あ、それも個性だなって思う、なんかもう、うん、だから大丈夫かな。え、森先生に会いたいです。私すごく会いたいです。会いたいよね、森先生に。久しぶりに生の田中を聞きたいかな、とりあえず聞きたいよね待って、森先生隠れてるかもって。隠れてないよ、大分だよここさすがにない、大分なんだってニンニクはドラキュラだと思いますが、確かにニンニクはドラキュラかもしれないありがとうございます。そうですね、可愛さに身長はあまり関係ないよ、だって。うんうん、それが一番いいわやらせねえよって出てくる何よ、コラボやらせねえよって出てくるからめっちゃやらせねえもうやってるけどね結構やるか田中やらねえよなんかみんなさんの言葉で森先生が鮮明に蘇ってきてる感じがします。だって今脳内再生やばいもん、うん、すっごい
学年末テストを思い出しちゃったかも今。あ、学年末、あのさ、なんだっけ、最後の学年末か、あのさ、海で頑張りますって言ったやつ。うん、頑張ります。いや、あの日さ、今言えるけどマジでさ、私疑ってて。そうなんだ。今言だから言えるんだけど、本当にもう最初行った時からのスタッフさんの空気と、うん、あと監督さん、うん、あの何、そう、あのね、番組のね、そう、うん、いつもね行った方なんですけど、その時全然気づかなかったんだけど、あの人の言葉がもう森先生だと思ってて最初から。あ、私もうね、私ずっとそうメイクさんに言い続けてたんだけど、これが学年末じゃなかったら私本当に人間不信になっちゃったかもとか言って言ってたから。めっちゃ言ってた記憶ある、ミクが。あのよか、逆に学年末でよかったなって本当に思った、うん、確かにミクが一番なんか疑ってたもんね。確かに疑ってた。もうね、こそこそとメンバーにいろいろ言ってて、うん、あのもう、いやさ、あの森先生がさ来たじゃん、バーッ、あれさ、私もなんか、あのね、じゃあミクも驚いてたんだけど、安心しすぎて、うん、もう走っていけなかった。みんなの方に。確かに、みんな走ってた。なんかミクはあんまり話しない。もう出しだよね。もう、え、よかった。勘がいいんだよね、多分ミク。あ、止まった。そうなんです。あの、残り 10% になっちゃって、充電が。もうこういうところ、こういうところが本当に注意不足ってところですね、私。私充電しながらやってるよ。準備万端。そうだよ、だってね、充電しながらじゃないといつ切れるか分かんないじゃん。そらちゃん暗くなった。これは大丈夫です。あの充電のお知らせが来ただけです。充電。え、充電器近くにないの？あるけどちょっと遠い。あ、遠いんだ。うん、まあ、みんなに充電してって言われてるよ。確かに、もうそろそろもう40分ぐらい喋ってるから終わろうかなって。早っ、もうそんなに。すごい、もうすぐなのか。パッちゃん、へえ、バッテリーに負担かかるやつ、ほんとそれなんだよ。そろそろ終わろうかな。ミクもやるだよね、10時から。そう、ミク今から一人でやる。うん、でね、ぜひ見てください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。あ、かわいい。あ、またスクショタイムしとこう。スクショタイム。あ、スクショタイム、スクショタイム最後に行きます。記念に、記念に。いっせーので、いこう。いっせーので、大丈夫ですかね。大丈夫でしょう。皆さん大丈夫ですか。今日いいの使ってくれるよ、みんな。なんかちょっと変な顔になったらやめてください。ごめんなさい。本当、半目とかやめてよ。はい、また会いましょう、皆さん。ミクもまた話そうね。絶対に、ね、またやろう。またやろう、ね、バイバイ。楽しかった。バイバイ。バイバイ。頑張ってね。ありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。